お風呂、私、家、私ね、帰る、外から帰ったら一番最初のお風呂入らなければ自分のベッドに触れない人。わかる人おる？自分のベッドに外のもの触れたくないの。わかるわかるわかるよねわかるよね。だから、私、仕事とか、帰ってきたそのままの体でベッドで寝る人はちょっとね、私だったら耐えられないと思ってしまう。わかるわかる。ま、最近はね、最近の情勢だと、これね、大切なんですけど、超わかる、ありがとう。わかりますよね。あ、そうそう、ベッドは聖域なんですよ。だから、なんていうか、外、例えば、私ね、一人暮らししていた時に、ちょっとだけ逸れていい。私ね、一人暮らしを結構長くいろんなとこでしているんですけど、一回、妹ドラゴンがよく遊びに来る距離にいたことがあるんですよ。そうそう、妹ドラゴンがね、妹ドラゴンもその時学生で、私も学生で、妹ドラゴンが、なんか、暇だから、あ、違う、妹その時無職だ。何もしてなかったの。私が学生で、妹その時プー太郎で、何もしていないで、暇だから、よく家に来てた時あったんですよ。でも私、人が家に来るのあんまり好きではないのね。特に、カナタンとかどうでもいいんだけど、もう空気みたいな感じだから、ワタメとか、どうでもいいんですけど。もうその時の私は特に、ていうか、あ、違う、そういうわけじゃない、多分違う、私妹が嫌なんだ。妹ドラゴンが家に来るのがすげえ嫌だったの。あいつ汚いから。妹ドラゴンね、妹ドラゴンが嫌だったんだ。その時別に人が来るの嫌じゃないわ、よく考えたら。妹ドラゴンが嫌だったんだよ、あいつ。私の妹ドラゴン、私と性格が真逆で、もうね、なんていうか、本当に真逆なんですよ。私は陰キャ、もう妹は超パリピ、超パリピパリピ、毎日パリパリ、彼氏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 みたいな、わかる、タバコ酒は、やべえもんみたいな。わかる、もう私の妹も真逆なわけ。もう本当にまあ、お互いスラム街みたいなとこから出てきたんですけども、妹はまるでスラム街、もうここかいみたいな感じ、カインちゃんみたいな感じ、もう汚さの、もう超絶みたいな、もう相当真逆なんですよ。私は勉強が好きで、妹は勉強大嫌いで、もう私は家から出なくて、妹はもう家に帰ってこなくてみたいな、もうそれぐらい真逆で、そうそう、ね、もうだっ、私だからね、もう妹ね、もう酒臭いですし、タバコ臭いですし、もう嫌いだったの。妹という存在が。まあ、存在が嫌いというより、妹がもう汚いから、家に来るのはいいんだけど、部屋に入った瞬間に全裸にして、風呂に突っ込んでいたんですよ。汚いから。臭いから、あいつ。だってあいつがね、あいつが来て、眠いとか言って私のベッドで勝手に寝た次の日、あいつすぐ帰ってまたなんか友達と遊びに行くとか言って帰りまして、帰ったから、そんで、あ、こいつ帰ったなと思いまして、私全部シーツとか変えましたからね、枕とか。普段引きこもりのお宅なんて年に1回も変えないでしょ、布団なんて。もうその私が、もう妹来たらもうその日に帰りましたからね、帰った瞬間に。もうね、もうそういう感じで、もう私嫌で、そんなね、一回妹がそれでね、勝手に、私がいない間に合鍵渡してましたから、勝手に来て、勝手になんか酔っ払ってベロベロに、そんで私の布団で一回寝ていたことがあったんですよ。家帰ったら、私のベッドで。まあ、私のベッドしかないんですけど。私のベッドしかないからそこで寝るんですけど。そしたらね、もうね、私もう家帰ってブチ切れ。もう、そのまま外の匂いプンプンで、もうね、もうあいつは酒、タバコ、もうなんかゲロみたいな匂い、もう最悪で、もう汚い、もう最低っつって、もう怒って、もう二度とすんなって。二度とすんじゃねえぞって怒ったんですよ。で、もう家に来るときは、必ずお風呂に入って、髪の毛を洗って、匂いを全部落としてから私のベッドに触れなさいって。
言ったんですよ。でそしたら妹が、うん、分かった、分かりましたよって言って、妹ドラゴン汚いから分かりましたよと言いながら、まあ別にね関係は悪くないので、うん分かったって言ったから、あ分かったんだなと思いましたら、そんならねしばらく経ったらまた家帰ったら、あ妹ドラゴンの靴があると思いまして、え何何と思いまして、部屋入ったら妹ドラゴンが全裸で、全裸でですよ、私のベッドのところに寝ていたんですよ、全裸で。うわーって思って、何やったんこいつと思いまして、もうねもうねブチギレ、もうしかもねまたプンプン匂いすんので、なんで全裸で寝てんだよって聞いたら、えなんか汚い服のまま外から来た状態のままベッドに触れてほしくないって言ったから、だってだったら服全部脱げばいいと思った、もう気持ち悪すぎて、あの酔っ払いすぎて、あの終電もなくなったし家来たけど、あの風呂入る元気とかなかったって言って、おめえの服じゃなくておめえが、おめえが臭いんだよって言って追い出して服脱げばいいって思ってんじゃねえのっつって、もうそのままゲロゲロの妹ドラゴンも、もうフラフラなんですよ、酔っ払ってめちゃくちゃの状態で、もう風呂場に押し込んでバシャーって上からシャワーかけて、私が頭洗ってあげて